b b b フェンローは、オランダの南東部、リンブルフ州の都市、フェンローを、本拠地とする、サッカークラブである。デクール1903年2月7日に創設。エールディビジに所属していた1960から61、シーズンにはフェーエノールと、アヤックスに次ぐ3位となっている。しかしよくシーズンに2部に降格し、その後昇格、降格を繰り返した。 1994から95シーズンから2部所属が続いていた。しかし2003年、ハイベルデンが BBB を常時一部で戦うチームに、する野望を掲げ会長に就任してから、チームは成績と観客動員数を伸ばしていく。アドリー、コスター、ヘルベルトのイマン、ウェッツェル、ファンダイクを監督に据え、攻撃的なチームスタイルが固まっていった。 やがて BBB は、地域の人気チーム、競合チーム、財政的に安定したクラブに育った。2006から07シーズンに2位となり入れ替え戦を、勝ち抜いてエールディビジに復帰した。2007から08シーズンは17位で終え、入れ替え戦を経て2部降格となったが、多くの選手を残留させて2部では、最強とも言える戦力の保持に成功した。 そして2009年4月24日に2部優勝を果たし、1年での一部復帰が決定した。近年日本との関係が深いクラブであり、2008年1月から2009年12月まで、本田圭介2010年1月から2012年8月まで、吉田麻也・真也2011年1月から2013年6月まで、カレン・ロバートが所属していた。 2012年8月から2014年まで、大津祐希が所属している。また2014年から、コーチとして、藤田敏也が所属していた。2012から13シーズンは17位で終え、入れ替え戦でも、ゴーアヘッドイーグルスに2連敗して2部リーグに降格となった。2020年10月24日、ホームでアヤックスに0から13と大敗。 エールディビジュ史上最多失点を喫した。なし中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権、星印は、e、EU 圏外選手を示す。中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、フィファの定めた、 代表資格ルールに基づく、ありがとうございます。